それでは、一時写像による像を考えてみましょう。F を R2 または R3 の一時変換とします。一時変換ですから、F はこのような性質を持っているのでした。V を sp プラス tq とすると、つまり一時結合と、pq という2つのベクトルの一時結合とすると、fv はこのように、この2つの線形性の性質によって変形することができます。すなわち SP、sp ラス tq という2つのベクトルの和であると考えて、 最初の性質から F-SP プラス F-TQ。さらに、それぞれの項についてスカラー倍を外に出すことができるので、S 倍の FP プラス T 倍の FQ となります。これは標語的に言うと、一時結合の像が像の一時結合になっているというふうに言うことができます。また、この性質を使うと、例えば直線 L のパラメータ表示が与えられているときに、この直線 L をこの一時変換によって移すということを考えます。 そうすると、直線上の2意の点 X は FX に移るわけですが、線形性によって FA プラス T 倍の FP というふうに書くことはできます。これは FP がもし0ベクトルでなければ FA を通って FP に平行な直線に移るということを意味します。ただし FP が0の時は T を実数でいろいろ動かしても変わりませんから FA1 点ということになりますので、これは1点に移るということになります。 つまり、一時変換によって直線は直線または1点に移るということがわかります。同様に平面 π のパラメータ表示を考えると、空間の一時変換 f によって fx はこのように fa プラス s f p プラス tfq と書けます。この時、fp と fq に関して考えてみると、fp と fq がもしも平行でなければ、もちろん0ベクトルで,なでもなければ、これは 平面に移るということになります。しかし、FP と FQ が両方ともゼロであれば1点ですし、それ以外の場合、例えば、F、FP と FQ が平行の場合は直線に移ります。もちろん FP、FQ どちらが一方がゼロであっても直線に移るということになります。いずれにしろ平面の一時変換による像は平面、直線、1点のいずれかであるということがわかります。では例題をやってみましょう。まず、 一時結合の像が一、像の一時結合になるという性質を使って101、010の移り先が与えられている一時写像 R3 から R2 への一時写像 F によって2、3、2という R3 のベクトルが何に移るかを考えてみましょう。それではちょっと考えてみてください。はい。それでは解説します。 232は101の2倍と010の3倍であるということは容易にわかりますから、すなわち232は101の2倍たプラス3倍の010という一時結合で書けるということです。したがってこのベクトルの f による像は2倍の f101 プラス3倍の f010 となって f101 が21、f010 が1マイナス1ですから2倍の21プラス3倍の1マイナス1となって7マイナス1となるわけですね。このように 一時結合の像は像の一時結合ということを使うと、ある二つのベクトルの一時行き先が分かっていれば、その一時結合の行き先は全て決定されるというかなり、えー、強い性質があることが分かります。このことは今後非常に重要なポイントになってきます。もう一つ例題です。行列 A、これこれの定める R3 の一時変換を F とします。平面 πx プラス y-z イコール1の像を求めなさい。 という問題です。さあ、この問題を少し考えてみましょう。ヒントとしてまず、平面 π のパラメータ表示を求めるのでした。求めたパラメータ表示に a をかければいいわけですね。それではちょっと考えてみてください。はい。では解説します。え問題の平面はパラメータ表示、例えばこのようなパラメータ表示を持ちます。法線ベクトルとして11-1が取れますから、 1-10と101はこの平面に平行なベクトルですからこのようなパラメータ表示が取れることがわかります。これに A をかければいいので100の像は1列目の2131-10の像は1列目から2列目を引いた101101 101の像は1列目と3列目を加えた505となります。ここでよく見ると101と505は平行ですからここでよく見ると101と505は 平行ですね。つまり、これは st をどのように取り替えても101方向しか動かないということですから、213を通って101に平行な直線全体を動くということになります。すなわち平面 π の像は213を通って101に平行な直線ということになるわけです。以上で解説を終わります。